はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学のお話で我慢についてお話をしてまいります。正しい我慢。ね、なんか我慢って聞くと、なんか忍耐力だとか、自制心だ、修行だ、苦行だ、みたいなね。なんかいろんな、こう、どっちかというとマイナスのイメージがあると思うんですけど、実は我慢って、やり方によっては、我慢なんだけど我慢じゃないっていう感覚になって、周りから見たら、すげえあいつ自制心あるなとか我慢してるなって思うんだけど、本人にとっては全然苦痛じゃないよっていう方法があるということだったので、今日はそれをご紹介してまいります。で、何かっていうと、成功者って我慢の仕方がすごく上手なんですよね。で、我慢強い人ほど成功するっていうことなんですけど、これ実際そうらしくってですね、忍耐力とか自制心がある人ほど社会的に成功しやすいっていう風潮はあるんですよね。でこれに関しては僕個人の、肌感覚なんですけど、課長職みたいな、その一般の企業のね、課長職のようなプレイングマネージャーに関しては比較的、自身がそのプレイヤーとして出てるからそのイライラもあると思うんですけど、鬼のような人も多い中で、要は成績上げない人をグガーみたいなね、怒るっていう人も多い中で、完全な管理職クラスの人になってくると、結構その仏のような人が多いのかなって。この人たちは、うまくその成績が上げられてない人に対しても優しく接することができてるのかなっていうのは、そんな印象が、結構いろんな企業出回っているとあるなっていう気がします。もちろん鬼のような社長もいるんですけどね。でこれっていうのはデータでも表れていることでして、目の前の欲望を我慢できる人ほど成功するっていうのはそのデータの結果として出てます。で成功には我慢が重要そうだっていうのはそのデータ上からも言えますよねっていうことなんですね。でスマホを触りたいとかお菓子が食べたいっていう欲求を抑えられる人の方が目標達成に向けて一直線に向かうことができるので、確かにこれ自体はデータ通りでもあるし納得できる話なんじゃないかなっていうふうには思います。ところがしかしなんですよ、ただ我慢すればいいっていうわけでもないんですよね。我慢をしていたとしてもストレスが溜まってたんだったら結局元も子もないわけなんですよ。で人間って元来ものすごく弱い生き物なんですね、欲望に対して。で抑えつけてしまうと、その抑えつけた分をどこかでぶちまけてしまうっていう可能性が非常に危険性として高まるんですよ。例えばどんなことがあるかっていうと、1日間食を我慢しましたと、普段からそのお菓子とか毎日ボリボリ食べてる人が、今日我慢しようと、もうこれ以上食べたら健康にも良くないし体型にも良くないと思って我慢しました。ところが次の日ポテチ振った、ふぐろペロリみたいなね、っていうことになっちゃうんですよね。我慢してしまうと、無駄な我慢をしてしまうと。なので正しい我慢っていう方法があるらしいので、それを今日一緒に皆さんと学んでいこうと思います。はい。で良い習慣の作り方ということなんですけど、これはまず5つの実験をしました。で5つの実験の詳細については書かれてなかったんですけど、某大学で習慣化についての実験を実施したんですね。で以下その5つの実験を通して分かったことっていうのが、1つ目が、単に欲望に勝つのが上手な人っていうのは長期的な習慣作りっていうのは苦手なのか、もしくは失敗しがちなんですね。で本当に目標達成ができる人っていうのは別の目先の喜びっていうのを生み続けていると。なのでこのためこの目標の成功のために、今スマホを触るとかお菓子を食べるとかタバコを吸うとかお酒を飲むとかっていうのは一旦外そうと、我慢しようじゃなくて外そうっていう考え方ができているっていうことなんですね。でその今出たように目先の喜びっていう話が出たんですけど、例えば運動が長続きする人の特徴ね、運動ね、人によってはもうしんどいじゃないですか、ね、でしんどい思いをしてまで、例えばランニングを習慣化するのって嫌だなって、なんであんなぜいは言ってまでランニングして健康のこと考えなくちゃいけないんだと、だったらぽっくり言ってもいいから、もうなんか自分が飲みたいように飲むし、吸いたいように吸うし、食いたいように食うみたいな人もいると思うんですよね。で僕も筋トレはもう毎日やってるんですけど、ランニングめちゃくちゃまちまちなんですよね。ところが今もちょっとできてないんですよ。まずいなと思ってもできてないんですよ。ところが毎週走ってた頃っていうのはあるんですね。でその時って一体何してたかっていうと、ランニングを一緒にするパートナーを見つけたんですね。僕の場合は例えば奥さんです。これ僕の話してますけど一般的にも言われていることです。で走っている最中に好きな音楽でテンション爆上げ、僕夜なんか走るときは人の目なんか気にしないで走りやすいので、こうカラオケ歌うふりをしたカラオケをしながらこう周辺をぐるぐる走るとかやってたりしたんですね。それから走った走行距離っていうのを記録しておくというようなこと、なんか10回走って
北海道一周したみたいなね、そんな記録をつけておくっていうのも続ける理由、続けやすさにつながったりするんですよ。そのなんか走った自分の功績っていうのを見つけていくことで、なんかもっと続けよう、頑張ろうっていう、走るのしんどいけど、でも楽しいからやろうみたいなね。で、これっていうのは成長の実感とか、一緒に走る人がいる喜びを味わうことで、嫌だなって思うランニングであったとしても、その我慢を我慢と思わずに続けることができるようになったっていうことなんですよ。で、喜びとやりがいのバランスっていうのがここから大事だっていうことが言えるわけなんですね。で、プラスアルファでマシュマロテストって皆さんご存知ですかね。僕の動画でも何回か紹介してきていることなんですけど、小さな子供を部屋に入れて、で、研究者の人が大人が帰ってくるまでマシュマロここに1個あるけど、我慢して食べないで置いたら、帰ってきた時にもう1個マシュマロをあげるよって言って、研究者部屋を出るんですね。で、その30分後に研究者が帰ってくるんですけど、帰ってきた時にマシュマロを我慢できていた子の方が、後でその実験に参加した子供たちを追いかけていくと、成長した際に自制心が強かったりとか、社会的に成功する傾向が高かったりとか、あとは学業の成績が高かったっていう結果があるんですね。じゃあ、その我慢、食べたい、めちゃくちゃ食べたい、もう 手に取って口の元まで持ってったけど、でも食べないっていうくらいまで我慢して自制心強いってなったかっていうと、そうじゃないんですよね。元から食べなかった子たち、自制心があったかっていうと、そういうわけではなくって、実はマシュマロを食べたいっていう欲求を我慢した結果だったわけではないんですよ。大人たちが帰ってくるまで歌を歌ってみたりとか、手遊びをしてみたりして、その食べたいっていう欲求の気をそらしていただけなんですよね。つまり別の喜びとか楽しみを見つけるのが上手だったっていうだけで、単純にやりたいことをやらないでおきましょう、食べたいものを我慢しましょうっていう話ではなくって、我慢を我慢と思わない方法を見つけるのが上手だったっていう話なんですよ。これがポイントになってくるんですね。なので皆さんもなんかやっちゃいけないけどついついやってしまうようなことがある、例えばタバコを吸うとか酒を飲むとか爆食いしてしまうとかっていうようなことがあれば、そのタバコを吸う快楽とかお酒を飲む気持ちよさとか食事をめちゃくちゃ食べる満足感とかを味わう以上に、他に楽しいな、嬉しいな、喜びだなって思うものを見つけてしまえば OK という話なので、そういう我慢の仕方っていうのをぜひ身につけてみていただけたら、ストレスもかからないで済みますし、なんなら健康にもいい方向に導いていけるということですので、ぜひ試してみていただけたらと思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。